今回やっていくマインクラフトは黒いものに触れたら死ぬ世界。目標はダイヤ発見。それじゃあやっていくにょん。よし、まずは木を集めていくわよ。黒いものは地下に多いから地上では安全そうだな。ではまずはダイヤ鉱石を回収するために鉄を集めるわよ。これでもう地下に行ってダイヤを探せるにょんね。よし、次は直下掘りして洞窟を探すわよ。浸透岩に当たったら終わりだから気をつけて掘るしかないな。ということで渓谷に来たんですけど、これコウモリに当たったら終わりじゃない。どうにかして別の方法でダイヤを集めるしかないにょんね。でもなんか今回はスムーズに進んでるな。そう、今回スムーズにできてるの箱のマウスのおかげ。おい、案件の導入雑すぎるにょん。ちなみに新しいマウスが欲しいって言ったらくれました。めっちゃ優しくて草なんだぜ。ということでこのマウスを実際に1ヶ月ぐらい使ってみたよ。使ってみた感想としてはめちゃくちゃ良かった。大声良くなくなってるって。実際にマイクラも体感上手くなったし、動画編集も効率が上がったよ。他にもマウスパッドとかマウススケートとかも使ってみたけど、どれも良かったな。みんなも良かったら買ってみてよ。